脚スラックスタックワイドパンツ品番 M3863 でございます。お色がですね7色ございまして、今井さんが着ているのがピンク、はいはい、そして手に持っているのがエクリュー、はい、そしてブラック、そしてライトグリーン、そしてライラック、はい、そしてあ、すごい、私がライトグレーかな。はい、チャコールがないですか。チャコールがなぜない。なんでだ。ない。ない。OK です。ちょっとサンプルがないのですいません。が、多分ライトグレーで、あとチャコールがあります。はい、正しいお色は商品ページの2枚目の画像にありますので、はい、ご確認お願いします。で、サイズが。私が今履いてるのが、プチ S、はい、で、アイちゃんが M、はい、であと普通の S もございます、はい、の3サイズ展開になっております、はい、あれいただきます。じゃじゃん、2690円、イエーイ。で、こちらが、今日18時発売で1月2日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、ありがとうございます。はい、ではおすすめポイントお願いします。はい、こちらまず生地感なんですけど、もうかなり落ち感のあるサラッとした素材感になってます、はい、そしてこの火曜日に紹介したこの M3847 かな、こちらはツイル素材になっているので、今日紹介するパンツよりかは落ち感がなくて、どちらかというと張り感のある素材感になってます。なんか見ただけでも全然こっちの方がテロテロした感じが、うん、違いますね、ね、伝わるかなと思うんですけど、素材感は本当にこっちの方がテロッとして落ち感のあるリラックス系のズボンになっております。はい、はい、そしてですね、ポイント的にはお家ご自宅でのお手入れが可能になっております、はい、そしてシワになりにくいので、うん、ね、商品ページにも書いてあるんですけど、オンオフ使いやすいので、職場とかでも着てもらえますし、日常ね、お出かけの時とかにも使っていただきやすいですね。シワになりにくいので、うん、車用多い方とかでもすごい着てもらいやすいかなと思います。はい、はい、そしてね、色も豊富なので合わせやすいし、素材感的にはちょっと薄いので、ね、春とか夏とかでも全然通年着ていただける素材感になってるんですけど、うん、冬はね、こう感じでタイツとかなんかレギンスとか中に合わせてもらった方がいいかなと思います、真冬はね、うんうん、思います。はい、でバックウエストゴムでなっているので、シルエットすごい綺麗なんですけど、うん、楽ちんだし、ポッケもあるし、はい、ベルトループもあるし、まあ、いろんな着方できるかなと思います。はい、ありがとうございます。シワになりにくいの嬉しいってね。あ、薄めですかといただいてるんですが、そうです、生地はね、薄めです。秋冬用のパンツでタイツなしで、履きたいっていうパンツをお求めの方はちょっと届いた時に薄いなって感じるとぶっちゃけ思いますね、うん、ただ、これからのシーズンですね、もう暖かく2、3月頃からなってくると思うんですけど、そこから長くは着れるかなと思います。はい、はい、じゃあちょっとコメントたくさん読んでいきたいと思います。はい、あ、そう、見てお尻周りピチッとしますかって来てるんですけど、します。あのね、プチサイズがね PM じゃなくて今回 PS なんですよ。で、私ウエストが M サイズでヒップが L なんですよ。でヒップ L に対して今 S サイズを履いてるので、結構お尻は形出やすいかもしれないです、薄いカラーを選ぶときは。なんで私が買うならブラックかなと思っております。ただ前から見た時のシルエットがすごい綺麗なので、こんな感じでロンティーレイヤードして、お尻のトップを隠して綺麗なところだけ見せるっていう履き方を私服ではするかなと思います、うん、はい、はい、そして裏地ありますかっていただいてますが、うん、裏地はねなしですね。はい、なしです、はい、なしでございます。はい、うん、あとはですね、あ、一回出ちゃった。汗でペタペタしそうですか。汗でペタペタどうやろう、めっちゃかいたらこの辺とか夏とか座った後とかするから、ちょっとは。そうですね、でもどのパンツもそうかな、汗とか。でも裏地ついてるやつよりかはマシだと思いますよ、通気性は、うん、アリちゃんウエストどうですか。ウエストいい感じです。ゴムなんですけど、うん、結構形
ち多分美シルエットにすごいこだわってるので、うん、こうでかい感じで作られてないので、うん、めちゃくちゃ綺麗にスッキリ履いてもらえるかなと思うので、でかくもなくきつくもなくめっちゃいい感じに履けます。はい、静電気どうですか？静電気あ感じんかったけど、どう？私も今のとこ感じてないね、うん、問題なく消えた気がする。はい、バックゴム、バックゴムです。バックゴムで、はい、ですね、あみーちゃん後で S 履いてみてほしい、うん、OK です、履いてみますね。あ、アリちゃんのとこそ、アキコさんのものです。はい、そうです。サイズ何か分かります？あ、サイズね、ちょっと見るわ。はい、はい、サイズ、はい、書いてないわ。あ、サンプルかな。うん、すいません、ちょっと今すぐに分かりかねますが、ちゃんとあのライブの時に、はぁ、まぷちゃんがチャコールを持ってきてくれました。ありがとう。あ、全然すいません、チャコールでね、来ました。すいません、ライブ見てました。ありがとう。来ましたよ。はい、なのでお見せできます。よかったよかった。あ、で、チャコールの違いね。あ、結構違う。結構違います。私とライブの方が好きかも。ね、確かに。シュメールだから細く見えそうやし、黒のパンツって結構持ってはる方多いから。そうそうそう。なしかもね、なんかあのグレーが流行りみたいなので、うんうん、持ってたらめっちゃ使えるかなと思います。ありがとうございます。アプジありがとうって、そう持ってきてくれました。イエイイエイ。あ、そう、岡部あゆみさんコラボ2色変わって今来ました。ありがとうございます。そうなんです、あの緊急作業始まって。そうだそうだそうだ。そうだ。よしちゃん、私のチョコールの S あるのかな。ちょっと着替えてきます。はい、お願いします。もぴさん最高。あ、年中履けそうな感じですか、夏は暑いかなといただいていいですか。年中 OK です。あのね、本当に通年大丈夫な素材感になってます。で、冬の場合は結構まあ薄手にはなるので、春夏、まあ、秋口とかはこれ全然1枚で大丈夫なんですけど、真冬とか今の時期はあの今こうやって私みたいにタイツとか履いてもらって着てもらえたらなと思います。まあでも基本的にね、結構私とかはどのパンツ履いてても冬場はレギンスとかタイツ、紐タイツとか合わせてるので、本当にその感じで履いてもらえたら全然通年問題なく着てもらえるかなと思います。アリちゃんのトップスの品番を教えてください。あ、書いてたかな、ちょっと待ってください。あ、 C3406 です。 C3406 です。あきこさんのトップスで、コラボのトップスで新色になるのかなと思います。ピンクですね。おー、アリちゃんありがとうございます。どういたしまして。あ、みんなは、あ、岡部さんワンピがすごい着々と、あ、届いた、早っ、ありがとうございます。あ、アリちゃんも S 履いてほしいです。ウエストかサイズか教えてほしいですことなので、後で S も着用してみようと思います。あ、ほんま、あ、お二人とも S 履いてみてほしいです。でもね、チョコールがね、M しかなかったんで、私一旦 S 着てます。あ、うん、私後で S 着ようかな。みーちゃんのトップスは販売してますかっていただいてますが、みーちゃんトップスは販売してます。はい、毛玉で、そう、毛玉レスニットカーデで、前後 2way のこちらになりますね。みーちゃんもガチ買いしてて、そうなんです、今日の制服です。そうそうそう、毛玉レスで検索してもらったら出てくるかなと思います。トップスでカテゴリー絞って新着順でそうとしても結構上の方にいるかなと思います。私もさっきあみさんワンピーのブラックチャコールブル届きました。早い、めっちゃ早いですね。よかったです。皆さん、そう、私もチャコール買いたかったけど、あっという間になくなってて買えなかったです。え、みーちゃん、今日の再販でないんよ。あ、今日の再販ね、まだあの試みてない。あ、試みてない。はい、そういうことか。でももう、もうライブ終わった頃にはないでしょ。気にしますね。そう、いつもやけど。そう、みーちゃん久しぶりやって。お久しぶりです。みーちゃんとありちゃん、岡部さんのリプリドロビー買おうとしたら何色にしますか。黒、私ね、黒のね、タイトを持ってます。もうガチ買いしてます。よく着てます。でもね、チャコール欲しくて気になってます。みーちゃんもさっきね、ちょうど本当にライブ準備してる時に黒買おうかなって2人で話してたところで、はいっておすすめやね言って。そうです、ゆりきちさん、あきこさんトップスです。そうです、
C659 って財布ありますか。あ、待って、 M のあれ忘れてきた。あ、ある、あれつける。あ、いいですか。あ、そっか、着替え、そう、すいません。はい、じゃあ着替えてきます。はい、お願いします。ちょっとチャコールが M のサンプルしかなくって今 M を着用してますが、やっぱウエストとかは私はこっちがいいですね。本来のウエストが M サイズなので M で裾直しかヒール合わせるかの履き方が私は結構好きかもです。ね、可愛いですよね。なんか真っ白のロンティーにこのパンツ合わせてるだけで可愛くないですか。チャコールってなんでこんな可愛いんやろ。だって渋色やから、まあ、あの S と M でさっきのサイズ感違うのであれなんですけど、あのお尻の丸みもそんなに気にならない気がします。M すごい綺麗に履けてますよね。 M で裾直しかヒール合わせが個人的にはベストな気がします。ちょっと私はお尻が大きいので。あ、チャコールに決定。チャコールかわいいね、うん、出てきてよかったです。横から見ても形がとっても綺麗です。メインの画像はライトグレー。うん、ライトグレー。メインの画像はライトグレー。メイン、どうやろう、ちょっと今パッと分からへんけど、私は結構チョコロシかもしれません。可愛い、似合ってる。ね、可愛いですよね。美脚に見える。そう、美脚パンツなんです。商品ページにも多分美脚って入ってた気する。下着のライン透けますか？これも結局お尻の大きさによるんですけど、アリちゃん多分お尻の傷余ってますよね。これ着た時。あ、ちょっと余ってた。ですよね。私は余らないんですよ。お尻があれやから。S 履いた時はシームレス。今日は履いてきたんですけど、M やったら多分ギリ大丈夫かなっていう感じです。なので、自分がどんな感じかなって見極めるためには、これが、今日のパンツなんですけれども、伸縮性はそんなにないタイプなので、お尻周りの自分のサイズ測っていただいて、あのサイズ表と見比べていただいてっていうのが一番いいかなと思います。剣の厚さは、先ほどアリちゃんの商品紹介の時に言ってくれたんですけど、結構薄手です。なんで、今の時期履くんやったら結構タイツは必須かなと思います。なので春夏逆に、履いててもなんかベタベタしづらいというか、裏地もついてないのでスッキリ快適に履いていただけると思います。そうですね、春先向きだと思います。シロさんどっちかというと白 T 合わせなの、シンプルなのにおしゃれね。チョコールだとなんかおしゃれに見えますよね。あとネックレスかなとかつけていただくとかなりおしゃれに見えると思います。あ、みーちゃんで、あ、S はお尻余らなかったです。さっきこう見せた時の感じで。M はほんのり余ってます。この辺。ほんのりですけど。あ、靴脱いでみてほしいです。OK です。ひょっ、ほっ。かわいい。ね。ブラウス合わせでしてまいりました。スニーカーだと厳しいですか。152センチが M サイズを履いてこんな感じで擦ります。ちょっとするね。うん、するのでヒールはいるのと、あと、ありがとうございます。なんだ、裾直しは必須かなと思いますが、ちょっとヒールがあるスニーカーを履いてきますので、ちょっとありちゃんお願いします。はい、ありちゃん S でもいいのかな。そうですね、 S でもこれかな。ウエストら辺は問題なく着れているんですけど、丈が多分私 M なんですよ。こんな感じです。なんで丈が多分ちょっとやっぱり
S より M の方が合うので M かなって感じですね。エクリ透けますか？エクリは今多分私タイツ中に入ってるんですけど、ちょっとこう上げた時多分この辺ちょっと黒くなってると思うので多少は透けると思います。中に着物タイツとか履く着物レギンスとか履く際はちょっとアイボリーっぽい色のやつとか選んでもらったら冬場は大丈夫かなと思うのと、春夏とかに履く際はペチとかね、インナーショーツでちょっと白とかのものを選んでいただけたらなと思います。はい、でも思ってるより透けてないかも、動画見てると S でもいけそうな感じはある。なんか好みかも、長さがやっぱりあれなので私は M ですけど、うん、好みかなとは思いますね。これ2回いけてません？いけてるよ、ギリいけてる、いけてる。これね、もうちょっとで出るんですよ。ちょっとチラッと見せようかな。ちょっとどうも制作関係ないのでこっそり、あ、そういうことかこれがね、じゃん、インソールのスニーカーになってまして、レタスでもうちょっとで出るんですけど、あとね、どの辺や、この辺、この辺までインソール入ってるんですよ実は、のちょっときれいめなスニーカーがもうちょっとで出るので、ちょっと今合わせておりますが、はい、それ合わせるとスニーカーでも着ます。はい、はい、そしてすいません、トリアは、また下が S と M 一緒やったから、うんうん、私 S です、顔なら、あ、はい、だけが違うと勝手に思い込んでたわ、火曜日のやつとごっちゃになってたかも、すいません、S と M はね、また下が一緒なので私顔なら S にします。はい、うん、今から参加です。これはプチサイズあるやつじゃないですよねといただいてるんですが、プチ S がございます。ただ、プチは S だけの展開なのでバックゴムは入ってるんですけれども、サイズ表をしっかり見ていただいての購入をおすすめします。はい、あ、スニーカー欲しいでしょ、私も絶対買いますね。それこそ、岡部さんのワンピースにこのスニーカーにキャップとかしちゃうと、うんうん、めちゃくちゃおしゃれ見えすると思いますね。あ、みーちゃんのとこさん、ごめんなさい、これめっちゃ私物なんですけど GU のやつです、すいません、レタスじゃないんだ。トップスインした後ろ姿を見せて、うん、後ろキッと楽しい、こんな感じでございます。リムでこんな感じです。ちょっとお尻の生地余るか余らんかぐらいです。うんうん、さっきみーちゃん何センチのヒール、これです、あのスクエアのブーツ、ちょっと今何センチってお答えできないんですけれども、うん、このレタスでよくライブで履いてるこのヒールを履いてました。はい、大丈夫かな、ちょっとじゃあ私、はい、今プチ S、M と着てるので、はい、S サイズをちょっと確認していきます。お願いします、はい、丈は S がいいけどデカジリズワンでしたら M じゃないですかね。M と S は股下は一緒なので長さ、丈感は変わらないんですね。で、渡りとかこの太ももの部分とかヒップ幅とかウエスト幅が変わってくるので、その辺気になる方は、M サイズがおすすめでございます。私も今履いてね、 S の方がいいわってなったので、 M よりなので丈感は変わらないので見てもらえたらなと思います。プチメウムを熱望しますかしこまりました、お伝えしておきます。ライラックお願いします。ライラック、ライラックちょうど S があったので、うん、行きます。みーちゃんがちょうど次ライラック来てくれます。ハラちゃんだったら何サイズかわかりますか？ハラちゃんやったら M ちゃうかな、うん、うん、と思います。167cm だと丈短く感じそうですかっていただいてるんですが、私が 162cm で5センチ高くなるとすると多少は短くなるかなと思います。なのでちょっとなんていうかな、ペタンコ入った時にこういう感じでなんかちょっとかかってる感じでは着れないから、ちょっと短くなるので、なんか逆にあえてヒールとか合わせてもらっても方が綺麗に着れるかなと思います。アリちゃん買いますか？今ね、はい、ちゃんと履いたの初めてで、ね、欲しくなってます今めっちゃ。あ、ちゃんと履いたの初めてじゃないわ、ないけどなんか欲しくなってます。さっきみーちゃんが履いてるの見て可愛いと思ったので、あのチャコールめっちゃ欲しいです。レタスで出てる服とベルト合わせたら絶対可愛い。可愛いね、ベルト合わせたいよね。 T シャツとかほんまに夏とかなったらもうシンプルな T シャツにベルトしてこれ履いてとかしたいですね。キャップかぶったりとか
ポケットは透けますか？エクリューは透けます。こんな感じでちょっと透けちゃいます。他の色は比較的大丈夫かなと思ってます。ポケットが透けちゃうのは多分おそらくエクリューだけかなと思います。パンツの品番教えてください。はい、今紹介中のパンツは M3863 でございます。本日の新作で M3863 でございます。もぴちゃん S っぽいね。もぴちゃん S だったと思います。一緒に撮影した時 S って言ってた気がします。私その時 M ってなったんですけど、今 S 履いたら S の方が良かったです。 M しか履いてなかったのでその時 S ですね。ピンクのあきこさんのジャージーワイドパンツのピンクと色味似てますか？ジャージーワイドパンツのピンクどんなやったっけ？ちょっとくすんでるピンクですかね。うん、あ、ちょっと似てないかも。似てるか。うん、ちょっと比較してないので。そうですね、これですか？うん、まあ、色の系統はちょっとベビーピンク系なので一緒だと思うんですけど、うん、めっちゃ曖昧な記憶ですけど、あきこさんの方がくすんでるイメージです。うんうん、だそうでございます。なのであきこさんの方がくすんでるイメージになるかなって感じです。もぴちゃんだったら何サイズ着ますかねって語ってますが、もぴちゃんは S って言ってました。プチ S やったらちょっとなんかちっちゃいから S って言ってましたよ。お二人の推し色は？私はチャコールです。私も結構ダンスでチャコールかも。うん、履いてるのみんちゃんがさっき着てるの見て、あ、顔欲しいってなりましたね。あ、そう、火曜日のももちゃんパンツと生地感比べるとどうかなっていただいてるんですが、冒頭でもお見せしたんですが、一応もう一度お見せしておきますね。よいしょ、こんな感じでこっちが火曜日のももちゃんパンツで、こっちが木曜日のトミーパンツでございます。トミーパンツの方が質感のあるサラッとした素材になってるので、もうこう見てこう揺らすだけでもこっちの方が質感があってテロッとしてるの伝わります？そうなので、こっちの方が生地も薄いです。でこっちの方がこれよりは生地少し厚めですが、ツイル素材になっているので、こっちの方がパリッとしてるハリ感のある素材感になっているので、この辺が違いですね。若干の厚みと素材のこう柔らかさ、ハリ感、落ち感、その辺が全然違います。はい、で後ろにポケットの仕様があったりとか、結構細かいところも違ってくるので、でこっちの方が SM2 サイズ展開なんですけど、こっち今日紹介している富田さんのトミー品番の方は、プチ S と S と M と3サイズ展開になっているので、なんかね、低身長さんの方でも幅広い、もうちょっとだけこっちよりは広く選んでいただきやすいかなと思います。え、トミーなのどっち？え、今日紹介する方がトミー品番になります。で火曜日の、パンツはももちゃん品番になります。トップスは今日販売のですか？私が着たやつかな。これはもう販売済みのもので、ですね、品番が C6514 です。かわいいですよね、後ろもかわいいんですよこれ、 C6514 です。はい、お、かわいい、はい、ちょっと S の札がごめんなさい、1枚しかなくて、今2人とも S サイズを着用しております。S です。やっぱりさっきよりかはお尻周りに余裕がなくなる感じがしますね。あとプチ S に比べてやっぱりもうヒール履いてしまっているんですけれども、やっぱりちょっと長いかなという気はします。プチ S と S の違いはやっぱ丈が違うので、なんで私は、M でインヒールのスニーカーを履くおは、丈直しをするがベストサイズかなと思います。見えますね、こんな感じです。はい、あ、入学式、確かに入学式っぽい感じのコーデですね。うん、みーちゃんが大人、そう、大人っぽいコーデにしてみました。サイズ感とシルエットは今日の方がいいけど、後ろゴムじゃない火曜のパンツの方が好きだから悩む。悩みますね、それは。まあ、そうやな。まあでもゴム感は結構ありますね、後ろ見た時に。なんで、こんな感じでトップスでちょっとインしてるけど、たゆませてゴム隠す
っていうのがいいかな。うーん、みーちゃんのインナーはあれです、ユニクロさんのなんちゃらシームパンツです。センターなんちゃらシームレスパンツです。はい、やこういう形が出そうなパンツの時は着てます。ポケット着とくか。よいしょ。あ、M 買う。ぜひ M、 私も個人的には M サイズが好きです。お尻の感じとかウエストの感じもですけれども、何センチぐらい違うのかな。止めてみますね。サイズ表今からちょっと口頭でお伝えするんですけれども、商品ページのね下の方に載ってるのでぜひ見てみてください。 S と M ではね、ヒップ幅が S が 48.5、 M が51ですね。なので何センチなんや、 2.5センチ違うからぐるりで5センチ変わってくるかなってなると結構変わりますよね。はい、という感じです。M からです。ありがとうございます。2人とも買えますか。私はチャコールの M が気になってます。私も欲しいですね。可愛いですよね。うん、ガチがいいかな。あとウエストで言うとね、プチ S と S は一緒なんですけど、 S と M でどれぐらい違うかっていうと、 S が 28.5 から41、 M が31から43なので、2.5 違うから、これもぐるりで5違いますね。はい、あのうちのサイズ表平置きなので、ぐるっとするサイズ感を計算するときは掛けにしてください。火曜日はパンツ迷います。普段使いならどちらがおすすめですか。今ですか、あのもう来週着たいねんとかやったら今日の新作紹介しといてあれですけど、生地感的には火曜日の方が厚でというか張り感がある感じの生地感なのでおすすめします。ただ春夏も長いスパンで着たいとか、もうどうしてもこのカラー気になってるみたいなカラー、があるんやったら今日のパンツがおすすめです。私はもう今日のパンツのチャコールに一目惚れしてしまったので、生地は薄かろうとチャコールが欲しいなと思ってます。チャコールないですよね、昨日のパンツ。昨日ちゃんはおとついのパンツ、おとついのパンツをちょっと見てみます。すいません、ちょっとその間にコメント、ですね、あ、みーちゃんライブ出てるの嬉しい、ありがとうございます。あ、みーちゃんまた M 履いてほしいです。 OK です。じゃあ M 履いて次の品番がまたトップスなので合わせて出てこようと思います。ジャケットはね新作じゃないんですよ。あ、 K1160 です。ちょっと今在庫状況がすぐ分かりかねるんですが、 K1160 ありました。ありました、グレー。 ありました。あ、グレーなんや。グレーやけどちょっとちょっと見てなくて、こっち系の濃いめになるので似てるんかな。だそうです。あ、でもさっき持ってきてくれてなかったっけ。持ってきてくれてなかったか。そうか、間違いでした。うん、間違いでした、すいません。はい。じゃあちょっと M サイズを着用してきます。はい、みーちゃん、みーちゃんコーデ卒園式いけそうですか。あ、めっちゃいけると思います。ああいう感じでツイードジャケットとか合わせてもらって、本当に綺麗めのシーンとか、普段使いから、仕事とかにも使っていただけれるようにっていうので作られているので、めちゃくちゃ卒園式とかにはぴったりかなと思います。こんにちは、あかねさん。149cm 細身でもいけますかね、靴バレーシューズで。 149cm 細身靴バレーシューズどうですかね。プチ S やったらいけるかな、みーちゃん。はい、着た感じと、あ、いいです。ごめんなさい、聞こえてなかったです。 149cm の細身の方はバレーシューズでいけるって、うん、あー、どうやろう。ちょっとまた下見ていただくのが一番確実だと思います。そうですね、サイズ表載ってるので、65です。うん、65なので、お持ちのね、パンツとかでちょっとまた下測っていただいて、ペタンゴいけるやつと合わせてもらえたらいいかなと思います。ダイラック、パープル初心者でも挑戦できそうですか。なんかね、最近パープルアイテムよく見るので、結構トレンドというかこの春来る可能性があるので、初心者の方でもなんていうかな、難しくない色なので
なんかもう上迷ったらとりあえず白のブラウスとか T シャツ合わせていただいてたらもう絶対可愛いと思うので、ぜひぜひ挑戦されてください。アリちゃんのデニムシャツ去年の再販あるかな、これねどうですかね、なんか今のところ予定なさそうな感じはしますが、はいね、お二人の声で髪質見てると春っぽい服たくさん出てきてワクワクします、嬉しいですね。私たちもねもうちょっと春モードになってきているので、アリちゃんにライトグリーン入ってほしいです。お、かしこまりました。ちょっとお時間あったら次履こうかなと思います。おしゃべりコーナーとかで履こうかな。ボーダーのカーディガン、トップスの2番教えてください。これかな、これね、ちょっと待ってくださいね。ケーダーでちょっと検索しますので少々お待ちください。こちらね、これかな、最初にみーちゃんが着てた毛玉レスニットカーディガン C6555 です。これね、前後つべなのでトップスとしても着れるし、カーディガンとしても着れます。C6555 でございますね。おかめさんコラボ、イエベなら何色がおすすめですか。イエベさんは何色がおすすめない、あ、でもピンク似合ってたんちゃうかな、もぴちゃんとか。アリちゃんは購入しましたか。おかめさんコラボは、黒のタイトをもともと2022年のうちにもうすでに購入してて結構着てます。で、チャコール欲しくて迷ってたんですけど、あっという間になくなってしまったので買えなかったって感じですけど、今回買えたら買おうかなって迷ってます。ペプラムトップスも今日の6時にページが出ます。ペプラムトップス、ペプラムトップスどれかな、ちょっと検索しますね。今日の品番ですね、1月15日ペプラムトップス、あら、なさそうやけど、どれやろ、どれでしょうかね。ちょっとまた品番分かったら教えてください、すいません。あ、今日はエミさんのチャコールブルー届きました。お、よかったです。皆さんね、続々と届いておりますね。よかったよかった、買えた方が多くてびっくり。ね、みーちゃんにまた M 履いてみてほしいですといただいてますが、今 M だっけ、それ M 履いてますよ。あ、そっか、今 M だわ。アリちゃん、ウエストは SM の違うかったっていただいてますが、アキさんですね。私 S の方が良かったです。私と一緒なので、私買うなら S です。チャコールの S 買おうかなと思ってます、買えたら。先ほど着ていた水色のものです。あー、先ほど着ていた水色の、トップスですね。あれは、これはもう販売済みです。在庫あるかちょっとわからないんですけど、こちらの品番は、ですね、C6514 です。ももちゃん品番です。めっちゃ可愛いのでおすすめです。はい。じゃあ次行こうかなと思いますので。うん、はい、じゃあ着替えてきます。着替えてきます。で、今日のパンツの M を合わせております。こんな感じです、 M です。ちょっと次こっちなんで撮りますね。 M でした。 M の品番は3863ですね。7色ございます。 M3863 でよかったら調べてみてください。で、3サイズ展開になっております。M3863 です。あゆみさん、トップス可愛すぎるでしょ。ちょっとここ見てほしい、めっちゃ可愛いんですよ。ここが可愛いんです。なんかね、ポンチ素材っぽい、なんかダイバーっぽい、なんか張り感があるカジュアルっぽい素材なので、甘くなりすぎないです。ブラウスでこの感じのデザインやったら結構甘く見えちゃうかなと思うんですけど、素材感がカジュアルなので
結構大人女子が似合うんじゃないかなと思います。M はね、お尻若干余ります。なんでお尻に合わせて買うと M ですね、確実に。やっぱパンツって後ろ姿重要じゃないですか。前から見て綺麗なも大事やけど、やっぱり後ろ姿のシルエットを気にしたいので、私は買うなら M かなと思っております。普通のトレーナーよりだけ長めですか。ちょっと普通があれやけど、レタスの普通のトップスぐらいちゃうかな。全部出しますね、こんな感じで。あ、長いわ、ごめんなさい、ちょっと長いかも。長いけどここがなんかちょっとポイントになってて、ここまた縫われてるので、こんな感じでインしやんくてもちょっと短くは調整できます。みーちゃんは岡部さんのコラボのニットワンピ持ってますかっていただいてるんですけど、今日のサイズ感で買おうと思ってたんですけど、黒まだあります。ちょっとライブ前バタバタしてて結局買えてないんですよ。ブラックの、タイとかストレートが欲しいなと思っております。あ、サーペットとかジャンスカやったらゴワつくと思います、ぶっちゃけ。なんで普通に、なんだろう、ボトムス合わせていただくイメージの方がいいかな。ただあのレタスの結構定番のゆったりしてる、かなりゆったりしてるようなキャミワンって言ったら全然問題ないと思います。あ、みーちゃんのパンツも紹介品ですかといただいているんですが、1個前に紹介しているパンツで今 M サイズを着ております。結構美脚ラインのトップスパンツになっております。